さん大きな拍手でお迎えください。火付盗賊です。こんにちは。いや昼間から本当たくさんの人に来てもらって とても嬉しいです。今回初めて、ワールドカップ大道芸ワールドカップ in 静岡、来させていただきました火付盗賊です。ちょっとカミカミになってきた。火をつけることで目を盗み心を盗むというのをテーマでやっております。本当の火を使ってます。このように本当の火を使ってますので、小さいお子さんがいる方、目を離さないようにしてください。それとこのステージ上にもし入ってこられるとパフォーマンスの止めなくてはなりません。ですので今以上中には入ってこないようによろしくお願いいたします。それと火付盗賊盛り上がるのとっても大好きです。すごいな、面白いな、思っていただけたら拍手、歓声いただけたら嬉しいかと思います。ではちょっといつもやってるんですけど拍手の練習ということで、だんだん火の大きさが大きくなってきてるんだけど、忘れるのか。これを食べたいと思います。うまく食べれましたら拍手の方をお願いいたします。ではいきます。それでは続きまして、火付盗賊今回初出場ということで、ちょっと紹介を兼ねてバンナウトという技をやっていきたいと思います。まずファイヤーベリーダンサー、いよいよ じゃあいよいよ3点か。バーンアウトっていうのはね、大きな炎が出ると思うんですけど、大きな炎出るよね、出せるよね。じゃあカウントしていきたいと思います。3、2、1でいくので、よろしかったら皆さんでいきましょう。3、2、1、ファイヤー。前まで出なかったんです。こんだけ出ただけでももう拍手が感じなんですよ。テレビでも次はね、見せてくれると思います。次は、実はリンボーダンサーでもあります、カンタ。さあ、カンタ君、大きなものを出せるでしょうか。
やっぱこういう紹介やってるからにはね、どんどん火が大きくなっていくっていうのがやっぱお約束というか、いけますかね。じゃあ次は、コンタクトボールというクリスタルボールを使うのを得意としてます、おこたんぺっ。じゃあ、おこたんぺさん、点火の方お願いします。さあ、おこたんぺくん、大きいの出せるかな。ここも上がってきました。いきますよ、カウント。3、2、1、ファイヤー。そして火付け盗賊項目マリー。今年で火付け盗賊結成して21周年になります。そして初めての大道芸ワールドカップに静岡を祝しまして、のりくんに大きな一発をかましてもらいたいと思います。それでは皆さん拍手をお願いします。手拍子。一番大きい炎を上げれるでしょうか。それに注目ください。食べて、おお、食べていって、おお、おお、打つのか、まだいきますよ。ゴー。3、2、1、ファイヤー。 OK。 それではこれから火付け盗賊ファイヤーショー始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
の点が伝えるパッションとの手が答えるわけ寂しいよりも伝わる
ありがとうございました。これにて、大道芸ワールドカップ in 静岡スケート族の公演としては終わりました。まだ見たい、本当はね、日夜の方が綺麗なんだよね。まだ見たい、すごい見たいなって思っている方、安心してください。最後に6時半にスパーク、あそこの会場でしつけ盗賊コラボショーでやっております。ぜひぜひ興味がありましたら、チケットの方をお買い上げいただき、来ていただけたら嬉しいかと思います。今日は本当にありがとうございました。それでは今から各メンバー回りたいと思いますので、中に入っていけるよね、入っていけるね。じゃあ、こちらの方はステージの方は角を2つ置かせていただきます。そして、パフォーマーの方がそちらに回らせていただきますので、もしよろしかったら、こんだけ危険なパフォーマンスやってるので折りたたんでいただけたら嬉しいかななんて思います。なんちゃってね、照れるよね、こういうの言っとけって言われるんだけどね、いやいや、本当に気持ち、大小は問いません。皆様のお気持ちを、お金という形に変えていただけたら嬉しいかと思います。それでは本当にありがとうございました。